はいどうもアドツです。今日は2019年9月の1日、2時19分です。よろしくお願いします。ちょっとだけ枠やろうと思うんで、ちょっとイベントの設定ねし忘れたんで酔っ払ってます。よろしくお願いします。どうも。いやお母さんが免許代出すからさ、猫まママが免許代出すから免許取りなよって言ってくれて嬉しいんだけど、いやー情けないよね、お世話になってるのこっちなんだからさ。よいしょ。はい、じゃあコメント入れます。どうもこんばんは。よいしょ。7兆円のねアイテムください。よろしくお願いします。7兆円あったらね、だいたいね、あの欲しいもの買えるんで欲しいもの何でも買えるんで、もう花火くださいとか言わなくて済むんで皆さんよろしくお願いします。あーすげー、ファンタスティック、ファンタスティック、カメラ、キャメラありがとう。マーキちゃんありがとう。3人、そうそう、お母さん100発、これいくらよ。すごいね、100発キャメラありがとう。ありがとう、ファンタスティックキャメラだよ。マキちゃんからファンタスティックキャメラありがとうございます。ありがとう。6000円、やば、マジで言ってんの。1万2000円分も買ったのこれ、やば、ありがとうマキちゃん、すげえな。1万2000円、皆さんもねキャメラよろしくお願いします。ファンタスティック、そうそう、3人でどっか行きたいの。そう、でもさ恥ずかしいよ、もう34にもなってさ、やっぱお世話になってるさ彼女のお母さんに免許代ね出してもらうとか、それはささすがに違うじゃん。いや気持ちは嬉しいんだけどね、なんかね、いや本当に嬉しいんだよ、本当に嬉しいんだけど、なんかさ違うじゃん。俺が言うんだったらさあれかもしんないけど、お母さんねこれで楽してくださいとかだったらあれだけど、どこの面接行ったら、うぐいす谷にデッドボールかな、うん、うぐいす谷にデッドボールだったらね、あのトップだよマキちゃんの美貌、うん、大当たりねえ。いやでもみんなありがとね、猫間にたくさんアイテム投げてくれてすげえ嬉しかった。猫も泣いてたんだよ今日、アイテム飛ばないっつって、やだっつって、うん、マキちゃんどうなの最近調子は。男でもできた、男作れよ。なんかあれだよ、年下の男がなんか作ってなかった最近。あそうそう、皆さんビンディ入れましたよ、おでこにブラックオパール入れましたね彼氏が今日から無職になんだどうした、うん、まあまあいろいろあるでしょ生きてたら。マキちゃんあれだもんね、ダメンズウォーカー好きだもんね、ダメンズウォーカーだからね、ダメな男好きになっちゃうタイプだよね。彼氏が今日から無職か、なんだろうね、やっぱ男は俺は仕事だと思ってるからね、ちょっと彼氏に説教してやりたいよねおい俺のマキちゃん幸せにしろよって。あーダメンズ好きだから和道さん追いかけてる、ほっとけない、うん。金の切れ目がね縁の切れ目ってっていうのが嫌なのよ。金の切れ目で縁の切れ目になったケースって結構やっぱ34年間生きてるといっぱいあるから、だからその俺嫌いなのね、その金でぐちゃぐちゃ言う関係って、すごい安い関係だと思ってて、友情とか愛情とかなんか昭和のさほらドラマで育った世代だから、一つ屋根の下みたいなのにすごい憧れるの、なんかあんちゃんみたいなのに。今何位なんだろうね、どうだろうね、雑誌に載るのかな俺、これ何雑誌、どんな雑誌なんだろうね、何位だろう、5位じゃなかったかな、今37位、5位じゃないの確か雑誌に載るのって。みんな頼むね、ちょっとマキちゃんだけじゃね、マキちゃんのこの男気をちょっとみんな生かしてよ、みんなアイテムちょうだい。これ無料アイテムはないのかな、このイベントは。みんな頼むよ、少しでいいから順位上げて、マキちゃんの男気で買ってファンタスティックを。今37位か、ち
ちょっと目指すか、今回は。雑誌。マキちゃんの心意気で。無料アイテムもちょうだい？うん。イベントアイテムお願いしますって書いておこうか。お願いします、イベントアイテム。無料アイテムもあんの？うわー、ありがとう、雑誌乗って頑張るよ。マジで乗りたい。マキちゃんからファンタスティックキャメラいただきました。ありがとう、マキちゃん。ギャラクシー、銀河、ギャラクシー、ギャラクシー。ありがとうございます、マキちゃん。頑張ります。ありがとうね。すげえな。今ないだ、みんなもね、少しでいいから。ギャラクシーだよ。銀河って広大なんだよ、マキちゃん。見て。ギャラクシー、銀河のすべてね。これね、買った方がいいよ、本当に。我が家の家宝になってるから。見て、銀河。これだから。今のマキちゃん、こういう状態だから。わかる？これ本当にね、見ると開くんだよね。太陽の位置、ここだよ。ここ太陽の位置って書いてあるでしょ。意味がわかんないでしょ。で、この銀河が、いっぱいあるのが集まると銀河団になるの。銀河団。で、その銀河団がギューってこれくらい集まると銀河軍になるの。意味がわからないでしょ。銀河だよ、銀河。意味がわからない。何これ？どうなってんの、この宇宙。うん、今22、ありがとう。うん、今回はね、イベント、いや、7兆円はギャグなんだけど、イベントで活躍すると雑誌に載ることができるんですよ。で、マキちゃんがね、バーンって200発も送ってくれたから。すごいよね、ディープコンパクトさんね。銀河ってすごいよね。ピアス見てよ、みんな。似合う。ピアス入れたよ。悟り開いた記念で、ピアス入れた。こんな感じだね。ちょっと待って。綺麗でしょ。意外と気に入ってるんだけど、ブラックオパール入れたよ。どう？銀河っぽくない？ちょっと、うん、肌が荒いのはちょっともう年だからあれだけど、綺麗でしょ、これ。ブラックオパール、これブラックオパールね、1万3000円だね。消毒液とかピアスと施術代込みで全部で1万3000円。これね、中にね、プレートを入れてる、この中に。皮膚の下にプレ、あ、ここに入ってるかな？下かな？ちょっと、触ってもわかんないけど、プレートが入ってて。ね、キラ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 。良くない？ブラックオパール。いいでしょ？ブラックオパール。人工だけど、結構気に入ってんだよね、ブラックオパール。綺麗でしょ？マイクロダーマルって言うんだけど、2006年に開発された技術だね。2006年に開発された技術。ありがとう！なんだ、マクドナルド？なんだ、トートバッグこれ。銀がありがとう。銀味。ありがとうね。アイテムお願いします、イベントアイテム。無料アイテムもあったらね、投げてほしいですね。ありがとうね、匿名さん。頑張るね。無課金税もぜひね、バンバン投げてください。よろしくお願いします。みんな頼むよ。頑張ろう。プリンセスガーデンね、無事に終わりましたんで、今日から正式に、猫間実家編が始まりますね。いやー、俺も出たいね。マキシマンにそう言われたら出たいね。みんなほんと1個でも2個でもいいんでね、カメラアイテムお願いします。あと、無課金税の人はね、この付録ってアイテムください。付録っていうアイテム。みんなが投げてくんないとね、取れないからね。なんかちょっとマギちゃんの心意気に免じて、アンチも投げて。カメラね。カメラマンつったらはどうだろう。配信会でカメラやってるっつったら、ドクター M さんか、便所太郎か、和道かんじょ。あ、予選は上位120人なんだ。で、そっから勝負なんだ。トップ5位だ。
なるほど。今何位なんだっけ？ 22 位か。でも予選1位通過とかしたいね。トラキスさん、付録アイテムもお願いします、ぜひ。付録アイテム。付録ありがとう、トラキスさん。ねえ、お金に、お金、トラキスさん、あと、キャメラマンもよろしくね。ありがとうね、トラキスさん。1個でもいい。1個でもいい。みんな1個でもいいから頼む。お金持ちの人は7兆円分ください。 雑誌乗りたいですね。エミリちゃんが作ってくれた服も完成したからね。オリジナル服完成したよ。ありがとう、付録ありがとうね、匿名さん。みんなも付録投げてね、お願いします。あとカメラマンもよろしくお願いします。いや、嬉しいな。ありがとう、みんな。でも雑誌に載ったりとかって今までないかんな。本戦の予約も残しておかないと。まあでも予選突破しないと意味ないかんね。予選やっぱ突破しないと。120位、上位120人が決勝進出で、各5位か。20人か。決勝人数、なるほど、なるほど。あ、違う。トップ30に入らないダメだ。トップ30だって。トップそれぞれの30に入らないダメって書いてある。だから合計120人だわ。合計120人。トップ30人に入らないダメ。トップ30。トップ30よろしくお願いします。俺何部門にエントリーしたんだろう。何部門だったっけな。付録ありがとう、みんな。付録ありがとう。何枠なんだろう。何枠なんだろうな。わかんねえな。だからギリギリだね、まだ。30位。だから次の日とか余裕で抜かされちゃうから、トップ5位ぐらいに入っておきたいね、やっぱね。余裕を持っておきたいね。予選はね、あれなんだって。特にないらしいね。忘れてたわ。でも雑誌に載ったら、雑誌買ったら一生もんだかんね。ありがとう、みすずさんからカメラマン5個いただきました。ありがとう、みすずさん、ナイスー。ありがとう、まこちゃんもありがとう。ありがとう、冬月さんもありがとう。アイムさんありがとう。みんなありがとうね。みんなで撮ろう。みんなで撮ろう。ありがとう。本当にありがとう。サンキュー。嬉しいな。ありがとうね。そう。傍観しないでね。みんな参加して。そろそろ、いい思いさせてよ。そろそろ。少しでいいんだよ、少しで。少しで変わるから、マジで。みんなの少しの方がパワーがあるよ。そう、一部の人に負担させないでね。ここ盛り上がってんなーってなるとさ、なんつうの、投げがいがあるからさ。ありがとう、本当に。嬉しいよ。いや、そろそろでも冬の時期抜けたいな。なんか頑張っても頑張っても、こう、うまくいかないのが続いてるから。ステゴ、ありがとう、花火。匿名さんから花火いただきました。ドンチキー、ありがとうございます。サンキュー、ナイス。そうだね、7兆人が1個ずつカメラマン投げてくれたらね。 日本の人口突破してるけどね。ありがとう、匿名さん。誰か確認しますね。ありがとうございます。ありがとう、本当に。勢いに乗っていきたいね。流れ変えていきたいね。ありがとう。ああ、この人か。ありがとうございます。ありがとう。本当にありがとう。サンキュー。みんなで撮ろうぜ。ちょっとお手洗い行ってくんね。ありがとう、チャブダイさん。付録ありがとう。みんな、ああ、10倍出たよ、チャブダイさん。ありがとう。付録ありがとう。カメラマンも10倍とかあんのかな？ちょっとトイレ行ってくる。すごい、まきちゃん。
こいつ辛いよ。やーただいま。おお10倍ナイスありがとう。よいしょ。ちょっと待って、チャックがねボタン式だから。ありがとうね。頑張って。いや頑張れよ。あれ？あ、飲み物持ってくるの忘れた。ただの本当に天才だもんね。いや、あの人すごいよ。同い年でぶっ飛んで一番頭いいんだよ。あんな人見ない。頭良すぎる。いや今親友の佐藤さんの引っ越し楽しいよ、最高だよ。あゆむさん最近来なかったじゃん。いやね、その親友の佐藤さんの話してて、今お母さんと。すごいんだよ本当。俺今までいろんな人に会ってきたけど、なんかそのぶっ飛んで本当の天才っているんだなみたいな。すごいんだよね。なんだろう、同い年で、なんだろう、俺結構ね、そのあんまり天才とかその普通の人に言わないんだけど、なんて言うんだろうな、頭いい人はいっぱいいるんだよ。だけど天才って少なくて、で佐藤さんが天才だから好きになったわけじゃなくて、天才プラスめちゃくちゃ優しいので、こんな同級生でこんなに頭いい人も会ったことないんだけど、俺が惚れたのそこじゃなくて、今まで出会った人の中で一番優しかったんだよね。そうだから、なんて言うんだろうな、頭が良くて嫌なやつは腐るほど見てきたんだけど、頭が良くていい人かつその天才性に負けないぐらい優しい人って見たことなくて、あ、なんかこの人と出会えてよかったなと思って。でなんか33の時に出会ったんだけど、こんなことあるんだみたいな、なんかなんだろう、30過ぎて親友ってできるもんなんだみたいな、なんかすげえ結構濃い年月を過ごしてるよ今。堂々と言えるもんね、あの本当に信頼できるっていうか。あ、そうなんだ、潜ってみてんの。うん、あ、ワド2だけ書いてよ。ワド2って。見るときにワド2って。それだけ書いてくれたら十分だから。誰が見てるか分かんないと気持ち悪いからね。うん。全然見る分にはね、全然いいんだけどね。やっぱね、誰が見てるか知りたいのよ。思い出があるから、それぞれのリスナーさんに。思い出をつけていってほしいんだよね。その、俺が死んだときにここに残るでしょ。で、俺が死んだときに向こう側に持ってけないのよ。
アイムさんが今日見てくれた、毎日見てくれたみたいな。だからいるんだよ、ロムセンさんでも必ず書いてくれる人。やっぱ忘れないもんね。見てなかったら俺にとっては誰が見てるか分かんないからさ、うん、やっぱその好きな俺のことを見てくれるってことは好きで応援してくれてる人だから、別にアイテム投げろとかそういうことじゃなくて本当に見てほしいんだよね。コメント一言書いてほしい。出るときはいらない、今日落ちるねとかはいらない。来たときだけね、あこの人来たからこの話しようとか、この人来たからこういう思い出あったなとかさ、やっぱ思い出さないと気持ちが入らないんだよね、うん、そうそうそう。だからね、なんかこうやっぱ挨拶大事よ、うん、よろしくね。でも仕事頑張ってね、忙しいの、うん、やっぱね、やだよね、7年もやってきてるわけだから踏ん張って、しかも半端な7年じゃないからね、全力でその毎日垂れ流してやってるからね。本当に他の配信者とやっぱ思いが違うわけですよ、配信に対する。うん、本当に好きだからこの世界。さ、ひどい裏切りとかさ、嫌なこととかいっぱいあるよ。なんかツイッターで悪口言われたりとかさ、なんか悪く思ってもない人にさ、すごくいい人だなと思ってた人にたわくですげえ駆け口言われたりとか、めちゃめちゃへこむんだよ。すっごい気分悪くなるの。なんかすげえ尊敬してたし、すげえ人だなって、リスナーさんでいい人だなと思ってたのに、なんかたわく見たら和道ってなんかあいつどうだよねみたいな、うわーみたいな。だからさ、なんかそういう裏切りとかも散々見てきたけど、そうだけどここに残ってるってことはさ、やっぱ好きなわけじゃん。そうせっかくさ出会ったのにさ、なんで悪く言い合うんだろうって。だって見てくれてる人のためにさ、命がけで捨て頃とか頑張ったりさ、3回も出てさ、俺なんて性格知ってるでしょ、みんな長く見てたら。殴り合いなんか大嫌いだし、格闘技見るのは好きだけど、ボクシングとかは自分が殴り合うのなんか大嫌いだし、そもそも強くないし、そう、それでもなんで出るのかっつったら、応援してくれてた人がさやっぱいるからじゃん。その人たち喜ばせたいからだって思ってるからじゃん。そうだけどさ、それですごいね、嫌な思いしたりとかさ、いろいろあるのよ、言わないけど。毎日毎日苦悩しながらやってるわけよ。辛いよやっぱ。辛いけどあんま言わないけど、今酔ってるから言うけど、バカにされたり後ろ指刺されたりさ、配信のね、別に自分がいい思いしようじゃなくて、なんか配信会がこうなっていったらいいなっていう思いとかもあって、そうそうそう。もちろん猫間に対してもさ、配信で今日すごいいっぱいアイテム投げてくれる人がいて嬉しかったよ、本当にありがたいよね。だからなんかね、やめてってさ、仲間たちもいっぱいいるわけよ、7年もやってると。才能あったりさ、面白かったのにさ、いい思いせずにやめちゃった人たちのこととかもあるから、ものすごいそのなんつうの、屍の上というかさ、この世界に夢見てこの世界で諦めていった人たちとか、帰ってくるやつとかもいるけど、半端な気持ちで。そうそう、だからもう俺にはこれしかないから、前も話したことあるけど、配信しかないんだよ。だからね、難しいよな。配信って何なんだろうな、本当に。配信って何なんだろう。でもなんかいつも言うんだけど、配信でね、リスクがあるとか怖いとか、何もかも失うからやめた方がいいとか分かるんだけどさ、なんかね、その配信で全部失ったけど、配信で全部いい思いもしてるんだよね。今出会った人脈全部配信だし、彼女も配信で出会ったし、そう
全部配信で手に入れたから、その配信の良さや悪いところといいところ同時に2つ持ってるんだよね。そうだからなんか、配信しかなかったから配信でね、やっぱね爪痕残したいよね。うん寂しい時、うん、だってそのためにやってんだもん、うん、俺も寂しいからやってるし、みんなが寂しくないようにやってるんだもん。だから毎日やるんだよ。顔見るだけでも安心するじゃん、うん、くだらなくてもね、いつも見てる顔見ると安心するじゃん。やめたい時なんか何度もあったよ、本当に本当にあったね。配信者の先輩にも相談したり、同期の人とかにも相談して、いやもう無理っすっていうの何度もあったよ。でもやめらんないんだよね。なんでなんだろう、好きなんだろうね。いやそれこそね、本当にひどいようなこといっぱいあるよ。なんでこんなこと言われるんだろうとかね、なんでこんなひどいことされるんだろうみたいな日何度もあったよ。そう、うん、ああ懐かしいね、うん、あれ面白かったね。デニーズに飯食いに行った時ね、店長が笑ってたもんね。アルバイトを面接募集してますかって言ったらプッて吹いた感じで、あれはあれでね、やってよかったよね、今となってはね。そう、うん、まあ、あの頃から考えると幸せやな、本当。あの頃も楽しかったけどね。だからプリンセスガーデンがねなくなるっていうのは一個寂しさがあるよね。あそこでずっとやってたから。本当はねプリンセスガーデンの前があるんだけど、生活保護の最初に受けて最初に入った物件があって、でもねそれはね配信あんまり残ってないし、閲覧も少なかったから3ヶ月ぐらいやったのかな。壁なんかさ穴開いてんの、まあ修理代払うけど、今回あれなんか引っ越して2日目だかんね。あれマキちゃんってその壁の日ってリアルタイムで見てたってことは、前の配信知ってんの、マキちゃん。北新宿に住んでた狭い部屋、あれ知ってるリスナーだったら最高さんじゃないの、マキちゃんが。壁は追っかけか、そっかそっか。多分ねデータが残ってるの一番古いの、壁はね引っ越して2日目とかだから、だからあれはへこんだよな。うん、いやーでもねこうやってね猫間と出会って、いいお母さんと出会って、うん、いろいろあるよな。ねえやっぱりね、佐藤さんとも出会ったりね、談官塾やったりとかいろいろあるな、いや人生。でも約束守ったろ。おいモニュマルワード2、モニュマルいらっしゃい、ありがとうね、付録ありがとう。みんな付録よろしくね、無料アイテムで付録っていうのがあるから。あとカメラマンっていうアイテムをぜひよろしくお願いします。少しでいいんで、ほんと気持ちでいいんで、今回ねイベント撮りたいんで、みんなが投げてもらいたいですね。一個ずつとかでもいいんで。ワド2、いやだってさ、でも言ってたでしょ、いや芸能人といつかコラボしてやるんだとかさ、覚えてるよマキちゃん。生活保護でさ何にも持ってなくて、キャリアもなくて閲覧もなかったけど、約束守ったでしょ。時間はかかったけど、3年4年っていう時間かかったけどね、えマキちゃん約束守ったでしょ、うん、ういピコピコいらっしゃい、徳明さんもありがとう。みんな投げてね、付録アイテムとカメラマンアイテムよろしく、みんな投げてね、応援して。いや約束守るよ俺は、まだこんなところで終わらないよ。本当にランボルギーニディスって言って買ってやるから俺、ディスディスって言って、うん、ピアス、あーそっか見てないか、モニュマル見る、近くでビンディ入れたよ。もうこれで普通の仕事はできなくなったけど、腹くくってるからね、綺麗でしょ、どうよ
キラキラキラ銀河よくない？なんかあていうか赤いのハートに見えるな、なんかいいな、赤いのがハートっぽく見えていいな、綺麗でしょ、うん、コスモだね、小宇宙だね、そう小さな宇宙を額に出たよ、いいでしょ、多分ね傷ももうないよ、すごいよね施術うますぎるよね、傷もないもうすげえよな、まあ遠くから見たらただのね千正男なんだけどただのほくろに見えるって、This、うん、いやー人生何があるか分かんないよ、ピアスね5分ぐらい、おお特命さんありがとう、みんなも付録よろしくね、付録みんな投げてね、カメラマンも1個ずつでいいからカメラマンよろしく、ほくろ、ほくろにしか見えなくない？遠くから見たら。なんかでかいほくろあるな。これくらいだとほくろでしょ。でもね、これくらいから、あ、ピアスかな、みたいな。そう、キャッチがないのがかっこいいよね。まあ、取り外しが効かないっていうのは結構、あれだけど。いや、5分、10分くらいだったかな。10分くらいだったかな。でも体感すぐ終わったっていう。え？っていう。1時間くらいかかるもんだと思ってたから。しかも痛み全くなかったかんね、全然痛くないし全然腫れないしあざも残ってないかんね、ほら横から見てもそんなにニキビかね、 これくらいの出っ張りだね、横から見ても手入れとかはね、ホットソークって言うんだけど、実はね消毒液でやると余計化膿しちゃうの傷口が、だから生理食塩水のスプレーだけ、出っ張りこれくらいだね、うん、いいでしょ、ちょっとねやっぱ引っかかるかなっていうくらいでこれくらいの出っ張りだね、うん、こんな感じ、うんうん、悪くないよね、まあおっさん可愛い女の子とか入れたらすごいいいと思うよ、手入れはシューってスプレーやる感じかな、であとはもうその傷が塞がったら1ヶ月ぐらいで塞がるからやる気スイッチピコッつって、あーっつってまだ傷になってるからまだ触れないけどあんまり、うん、これはねニードルっていう針、太い針でブスって刺して穴開けてメスでピッて少し切ってそこにブジュブジュブジュって埋め込んだ、その穴にグッて入れてブジュブジュって、痛いと思ってたんだけど痛くなかったね、うん、いや全く痛くない、当日から痛くない、俺ももう相当痛いの覚悟してたんだけど痛みゼロだね、全然痛くないよ、うん、よかった、でもね意外と結構反対派が多かったの、いやピアスおでこになんか絶対ダメだよって言われたんだけど、でもねいいじゃんって意外といいなっつって、そんなに目立たないし埋め込みタイプだっていうのは分かってなかったみたいね、みんなね、なんか意外ともういいんじゃんみたいな、せっかく配信者やってんだもん、せっかく自由にやってんだもんな、髪の毛も染めたし、もうここまで来たらやるしかねえやと思って、今更ね働いた方が社会に迷惑だろう、うん、せっかくこうやってみんなから自由をねもらったわけだから自由に振る舞う責任があるよね俺には、みんなからもらったねつながりだからねそうだね、デコピアスの人って。でもおでこにピアスって聞いたことないでしょ、そんなのあるんだって感じじゃん、普通の人は知らないはずなんだよね、俺だって今まで出会った人の中でおでこにピアス入ってる人なんか見たことないもん、ある？みんなおでこにピアスってあんま聞かなくない？知り合いでいる？なんかそういうのあるっていうのは知ってる人いるかもしんないけど、
ここに入れてる人俺見たことないな。ないよね。34年間生きててないってことは結構珍しいと思うんだよね。あ、そうなんだ。あ、まあまあね、飲み屋やってるとそうだよね。うん、飲み屋やってると確かに確かに、うん、顔に開けてる人は知り合いにいない。耳はいるけど。はいはいはい。てかモニュマルの絵マジでいいな。これなんていう作家なんだろう。この絵めちゃめちゃいいんだよね。超気になる。すげえかわいい。なんていう作家なんだろうね。こんな絵描いてみたいよな。俺は絵は描けないから造形と写真で勝負だな。耳はいいなと思うけど、耳すら開けるの怖い。いやー、怖いんだったらやめた方がいいよ。写真全然撮るよ。撮る撮る、全然撮るよ。やめた方がいいね。これは自傷行為なんだよ実は。まあまあ自傷行為、自分を傷つける行為ってさ、自傷行為だね。でインプラントなんだよね実はこのピアスは。ピアスってそのニードルで穴を開けて貫通させて止めるっていうのがピアスの文化なんだけど、一歩進化して埋め込むっていうタイプ。2006年から出始めたピアスで、撮影以外の出張費がだいぶかかりますよね。往復の料金だね、往復。まあ場所は知ってるけど言わないけど、新幹線往復だよね。もしくはマキちゃんが来るかね、こっちに。ヤコバさん、お前勘弁してくれよもう。ヤコバスかよ。いや今はさすがに新幹線だろう、それはやだ。全然撮るよ。あの日マキちゃんとパコっとけばよかったな。はい、ワードツー。記念セックスするべきだったな。しなかったかんね。はい、ムーラさんいらっしゃい。でもちょっと感動したよね。なんか会えた時ね。あれがだから2年ぐらい。いや、マキちゃんと会ってんだよ。もう何年前だろうな。あの、ウナに PC ぶっ壊されたんだけど。あ、乳首大きいんだ。やめといてよかったね。ねえ、泣きそうになったね、お互いね。ちょっと感動したよね。マキちゃん、その、1年半か2年ぐらいずっと応援してくれてて、ニコ生時代。で、俺が、ウナの大阪の方を旅してる時があって、で、その時に、マキちゃんが会いに来てくれて、もう何年前、今から考えると4年ぐらい前だけど、4年か5年前ぐらいだけどね、4年前かな ?4 年半ぐらいか。一回会ったことあるんだよ、マキちゃんに。会いに来てくれて。目合った瞬間に二人で抱き合ったね。時が経つの早いな。あれから4年、ねえ、4年と数ヶ月か。懐かしいな。未だに応援してくれてる人って何人いるんだろう。いろんな人見てきたもんね、マキちゃんもね。だからね、一生応援しますとか、ずっと応援しますみたいなやつって絶対裏切るよね。そういうこと言わない人の方が淡々と見続けてくれる。ただただ文句も言わないし、囲わないし、ただただ応援し、静かに見守ってくれる。そういう人が一番いい。なんか、一生とかいう安い言葉を使う人とか、ずっと応援するとか、そういうのも嘘じゃん。
永遠みたいな、何があってもとかさ、嘘をつくなよっていう、ゴミだよね、死ねって、死をもって償えよって思うもんね。だからそういう安い言葉を使う人は俺は信用しない。まずもうそれはね、信じれないとかじゃなくて、あのまずそもそもそういう人なんだっていう、そういう一生とかを安く使う言葉なんだよ。いや、見守ってくれる人が一番いいよ。そう、好きだから見に来てっていう、ただただ応援してくれるっていう、うん、あのね、一生ついてきますみたいなタイプの人って、囲い気質って、その自分が気に入らなくなると、その人間だからいろいろあるじゃん、いろんな出会いとか考え方が変わっていったりするじゃん、それが普通だと思うし、みんなもそうでしょ。だけどその昔の俺が好きなんだよ。で、変わってほしくないの、基本的には。だからアンチ化するんだよね。こんなやつだと思わなかったとか、最低だわとか。人間が経験を経て意見が変わることを人は普通成長と言うんじゃないの。だから成長が止まってる人を見たいんだろうね、多分ね。変化が怖いのかな、どうなんだろう。俺はどん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 ね、自分の目指すところに行きたいけどな。ただただそうなんだ、変わってほしくないんだよ。白拓さんかわいいな。白拓さんめっちゃかわいい。動物っていいよね。だから動物って裏切らないもんだよ。愛情を注いだ分だけ愛情を返してくれるし、言葉を使わない。うさぎいるの？今白拓さんいるよ。見る？マキちゃん。白拓さんかわいいでしょ。ご飯食べてる。白拓さん。言葉は分かんないみたいだね。白拓さん。今ご飯食べてるね。ゲージの中で。もり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 。白拓さんと仲良くなってね、ゲージから出すとね、夜中スリスリしてくんだよ。好き好きって。だから猫間がびっくりしてた。え、ウサギってすり寄らないはずなんだけど、なんかワドちゃん昨日なんかしたっつって。昨日夜遊んでたよっつったら、ワドちゃんねって、白拓さんそんなことしないのに、昨日夜出したらワドちゃんにずっと顔スリ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 すり寄せてきたよって。俺ね、昔からね、子供と動物だけはすぐ仲良くなるのよ。なんでかわかんないんだけど、すぐ仲良くなる。白拓さんともう仲良しだよ。かわいいでしょ、白拓さん。うん。一応一位してメスだってね。パーソナルスペースがやたら大きいんだ。そう、だからカゴから出そうするとモフモフって最初怒られてたの。プッパッみたいな。そうで、大丈夫だよって頭撫でたりとか、だんだんコミュニケーション取って、これをやったら怒られないとか、うん、そりゃそうだよね。だってどう見たってさ、足遅いしさ、肉付きしさ、完全に食べられる側だもんね。誰がどう見てもこれは食うわっていう、肉食動物の餌だもんね、野生だったらね。日本人も昔はね、ウサギ食べてたからね。いや、それは分かんない。猫間がもともと飼ってたあのウサギさんだから。そう、白拓さんの由来猫間に聞いて。分かんない全然。俺はもう来た時に白拓さんだったから。白拓さんって覚えてるから全然分からん。2人があれして飼ったウサギじゃなくて、もともと飼ってたウサギだから猫間が。俺はやっぱりその猫間との出会いが早いから、先輩なわけだから、俺は白拓さんって呼んでるの。だから猫間は白拓って呼んでる。やっぱ先輩には敬意払うから、俺は白拓さんって。猫間さんに聞いてみて、白拓さんの。そういうところあるから、俺は。だから猫間も釈迦さん、ペコさんって言わないとダメでしょ。俺はちゃんと動物にも敬意、リスペクトがあるから。猫間と最初に出会ってるから、白拓さんなの。こんな感じかな。名前の由来何なんだろう。アニメかなんかじゃないの、わかんないけど。でもね、目の周りが黒くてパンダみたいでかっこいいんだよね。
あと目が真っ赤でかっこいい。鳥いるよ、文鳥いる。今日昼間遊んでたよ。文鳥のシャカとペコ。あとね、ミモザがいたんだけど、ミモザは脱走して多分死んだね。部屋のどこかで干からびてるね。ウサギ気持ちいい、モフモフで。超かわいいね。あと、ジャンプしたり、なんか、白鳥さん2本立ちしてこうやって手舐めたりすんの。なんかこう、立つんだよね。それがすげえかわいいんだよね。で、手ペロペロしたりすんの。2本立ちするんだよね。直立歩行。見れなかった？猫マン終わったの？ワグ。え、猫マンもうやってないの？いや、来るんじゃないの？そろそろじゃあ。見れなかったってなんだろう。ブロック入れられたってこと？もうやってないの？え？モニューマルさん？え？やってんの放送？やってるよ。え、モニューマルさん僕ブロックしか覚えないけど。なんか白鳥さんの名前由来聞きたいって言って猫間ちゃんに聞いてみるって見れなかった。そう。僕モニューマルさんってこと。あ、え？え？じゃあ昼間見れなかったって。昼間やってないもん。うん。それは知らんわ入れられたないよ昼間の鳥さん。え、入れられたない。昼間ねやってたよ。NG されてないってこと？いや酔っ払ってきたな。あ、全然いいよ。モニュモニュマルは何きっかけで俺の放送来たの？もともと猫間のリスナーなの。白鳥さんかわいいな。ウサギって何年ぐらい生きるんだ。もう白鳥さん4歳とか5歳とかでしょ。結構長生きしてるからね。しかも白鳥さんうんちね、ちゃんとトイレでするんだよね。偉くない？ほら白鳥さんトイレでするんだよ。8年か10年か。じゃあまだまだ生きるかな。あ、猫間ちゃんの枠からか。猫間のもともとリスナーだったんだ。ご縁だね。嬉しいよ、ありがとう。ね、いい縁にしようね。トイレちゃんとここで住んで偉くない？うんち転がってないでしょどこにも。あ、配信者なんだ。あ、そうなんだ。ふわっちでやってんの？縁があったら見てみるよ、タイミングがあったら。いやー、偉い偉いね。ちゃんと覚えるんだよ、うんこする場所は。白鳥さんで、うんこ終わったらあそこから出るからね。めちゃめちゃ賢いじゃんと思って。偉いよな、白鳥さん。鼻ひく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 がかわいい。こんなかわいい生き物食べるから人間って怖いよね。まあ牛もかわいいし、馬もかわいいしね、鳥もかわいいし。いや、食うってすごいよな。食らうってすごいよね。はあ、明日プリンセスガーデン行かないと。最後の引き渡しだ。切ないけど、すげえいい出会いだったね。なんか引っ越そう引っ越そうって言って喧嘩ばっかりしてたんだけど、俺はね、なんか部屋を変えても喧嘩は絶えなかっただろうなと思って反対してたんだよ。なんかそれとない理由つけて、家賃が高いとか、いやなんかピンとこねえわとか言って2ヶ月ぐらいずっと引っ張ってたの。でもなんかお母さんから連絡が来て、一緒に住まないって言われた時すぐピンときて。なんでかっていうと、猫間が親孝行したいって泣いてるのを見てたから。なんかうちのお母さんずっと一人暮らししてて、そう
親孝行したいって言ってて、でそれを見た時にお母さんから一緒に住まないってお誘い来た時に、あこれだと思って、絶対うまくいくと思って、そう、それでお世話になることになったの。そう、明日のね昼だね、会います？昼のね11時半にプリンセスガーデン引き渡し、飯でも食います？明日昼間あの新宿っすね、昼昼で鍵渡してもう終わりだね、あそこは、シルバー見てもらいたいっすね一回、ある程度ここまでだいぶ進んだんで、裏側も結構掘ったね、あともうちょっとだね、このボディの部分裏側もバンバン掘ってる。いやー結構頑張ってますよ、裏側も裏側まで掘ってるからね、アホでしょ。もう見えてきたね本当に、ちょっと今ピント合わせるね、で物見てもらわないと多分よいこさん分かんないと思うから、ここか、ごめんごめん、見えてなかったね、こんな感じ、うん、結構もう初期のコンセプトよりだいぶ良くなったと思うんだよね、全面に掘ってるからね、バカだよね、なんか裏表がない作品を作りたいと思って、シルバーアクセサリーって裏と表があるのね、例えばこれ表だとこうじゃん、表つける面はかっこいいんだけど裏側がこういう風になってるとか中抜きされてるとか大っ嫌いなの、なんか裏と表があるってすごく嫌じゃん、表はこんなかっこいいのに裏はこんな感じとかすげえ嫌なんだよ、これはいろんな理由があって、コストを下げるとか軽くするとかいろんな理由があるのよ、あ、うちは全然しましょうしましょう、うん、これはギミックが好きで買ったんだけど、で俺は自分が作る作品は裏を持ってない作品がいいって言って、中抜きもしてないし、この全部裏側まで全部掘ってんの、ここほらこっち側も掘ってあるでしょ、でこの裏も掘ってんだよ、こんな絶対見ないところ、この辺まで掘り込み入れてて、そう、手抜き一切ないかんね、こだわりにこだわってるからかっこいいでしょ、でもいいでしょ、うん、全面に掘り上げてる、まだ掘ってない部分、こことこことあとこっち側かな、これ掘ったらもうボディは完成だね、もうちょっと、来年の個展、来年のフェスまでには出したいね、こんな感じですね、見えますかね、すげえまがまがしい作品になったけどね、でもなんか良かったな、こう作って後悔はない今のところ、うん、細かいでしょ、これ1本ここの模様1個掘るのに大体この1つに6時間とかかかんの、これ6時間がこんだけ詰まってるわけよ、これ1個掘るのに6時間、1個掘るのに6時間ここまで掘ってるんだぜ、で裏側になるともう何つうの、針が入らないんだよ、この邪魔しちゃって、こうやってこうこうやってこうやってこうやって、もう自分にしかできない作品だって自信を持って言えるもん、これ自分に、俺にしか作れない絶対この作品は、自信持てますね、それそうだよな、俺が作ってんだから俺しか作れないわな、うん、じゃあ皆さんありがとうございました。そろそろ寝たいと思います。また明日放送するんでぜひ。じゃあゆうこさん、昼前に連絡ちょうだい。うん。11時半には俺新宿にいるから。で、じゃあ皆さんおやすみなさい。お疲れ様でーす。バイバーイ。おやすみ。まきちゃん、たくさんありがとうね。
だけど自分を偽っては来なかった。今この物語を君に捧げるよ。何もなかったはずの自分の中から絞り出せた。Stand by.